ハワード・ハリスはアメリカ・オランダ改革協会が11番目に派遣した宣教師である。日本で21年間主に明治学院で教育活動をした。1848年にアメリカ合衆国ニュージャージー州ベルビルで生まれた。南北戦争では北軍に従軍指揮士を務める。1873年にラトガーズ大学を卒業して、 ニューブラウンズウィック神学校へ進学する。1876年に神学校を卒業すると、改革協会ニューアーク中会で教職の資格を得て、1876年から1884年までニューヨーク州ホースローオーン協会で牧師をする。1884年に長崎のヘンリー・スタウトを手伝うために、つまりズイと共に来日した。 1884年4月21日に横浜に上陸する。横浜ではジェームス・ハミルトンバラやユージーンブースが出迎えた。しばらくフェリスセミナリーに滞在した後に5月に長崎に着いた。長崎では英語教育を助けた。しかしわずか1年で東京へ移動する。東京へ移ったハリスは東京一英和学校の教授に就任し、 英文学を教えた。さらに、1885年には、同列系の英和予備校の講師に採用されて、兼務することになる。マーティン・ワイコフ、ジェームス・クレーグバラ、ベントン、ハットリアヤを、石本三十郎、杉森・この馬などと共に働く。その後、東京一英和学校と、英和予備校が、明治学院に交流すると、明治学院普通学部の教授になった。 ハリスは普通学部会計を務めた。1904年にアメリカに帰国するとニューヨーク州ホースローオーン協会で牧師を6年間務める。1910年には南カリフォルニア大学東洋学部の教員になり、1914年から2年間ハワイか古いの日本人協会牧師を務め、1916年にカリフォルニアで死去する。長老。 改革協会来日宣教師辞典新教出版社2003年ありがとうございます。